こんにちは、サードルです。今回はこちらはですね、以前告知をさせていただきました、モンスターハンターライダーズユーザーが決める最強ライダー最強お供ランキングのファミツアップさん開催分ですね。こちらの結果が出てましたので、今回はこちらまだ僕も見てないので皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。はい。で、まずランキングですね。で、まあ、第1位なんですけど、第1位に関しては、ダライアスみたいですね。確か第1回、第2回もダライアスだったので、今回が3冠になるみたいです。で、理由が、あまりに強すぎてオトモンをつけてるだけで何にでもなれる。攻撃と防御力がトップレベル。圧倒的火力。オトモンに乗っけても強い。もうこいつ一人でいいんじゃないかってレベル。睡眠と、パーティーに連れて行ける能力っていう感じみたいですね。はい。で、2位がちょっと出ちゃったんですけど、あ、3位出ちゃったわ。出ちゃったんですけど、フレデリカですね。フレデリカに関しては、可愛いし火力が高い。どの属性モンスターにも相性がいい。可愛いのだ。これでいいのだ。らしいです。ですね。で、普段の顔と怒りの顔のギャップ。可愛いは正義。みたいですね。で、第3位が、こちらですね。ヒロ薬局さん、最推しのマガツキが入ってるみたいです。で、一応、まあ内容としては、点灯が強いのと、貴重な竜属性アタッカー、開幕バフが強く、特性で全属性の火力を上げることができるからっていうマガツキ。まあ僕もこれマガツキ入れたんですけど、入ってるみたいです。で、4位がライラですね。デバフもでき攻撃アタッカーとして活躍。あと、火力がえぐいのと巨乳みたいですね。と、毎ターン防御ダウンが使えるのが最高。可愛くてかっこいいので技を外しまくっても許せてしまいます。僕は許しません。圧倒的高火力アタッカーで強力なスキルを持っているっていうので、まあ4位がライラーみたいですね。はい。で、5位、エリオンですね。エリオンに関しては、主性効用と構成効用が強い、高確率で開幕バフデバフが強いっていう感じみたいですね。なので、まあ、こんな感じなんですけど、僕が推してたアシュリーちゃんは今回入ってこなかった。アシュリーじゃないわ、パルフェちゃんは入ってこなかったですね。っていう感じのランキングになってます。オトモンは1位がケチャワチャですね。これは僕も推してたんですけど、SP15 でバフができて、まあ、技が優秀。あと3倍速での動きがすごいらしいです。ですね。次に、まあ、ブラキディオスになりまして、初手から SP 連星と、技のフレデリカのフォールと相性がいい、星5が持つ SP 連星が強い、無限の可能性が秘められているっていう感じですね。3位がジンオーガ。この前星5が当たったから、貴重な雷アタッカー、ステモトップクラスかっこいいみたいですね。まあ、僕が好きな、僕とヒロヤ局さんが好きなお友がジンオーガーシュなので、まあ、かっこよさはやっぱりかっこいいかなと思います。で、その4位がジンオーガーシュですね。お友悩んだら、とりあえずこいつのすっとけばいいかなっていうぐらい攻撃力が高い。圧倒的火力、SP 回復技。唯一の竜属性アタッカー、SP 回復が強い。まあ、連星がやっぱり人気みたいですね。で、次、リオレース。玄関鏡の弱点は、敵が多いのでどこでも連れていける。全体に火力が出せるステータスが高い。バーニングクローが優秀。手に入れやすいっていうので、お供はこんな感じですね。僕が推してたグラビモスは今回入んなかったですね。っていう感じで。で、タッグに関しては、ダライアスケチャワチャ、フレデリカブラキディオス、ダライアスリオレース、ダライアスブラキディオス、マガツキジンオーガーシュっていうのが、で、マガツキジンオーガのところは脳筋タッグってこれ多分ヒロヤ局さんじゃないかなって文章なんですけど、まぁ、こんな感じのランキングみたいですね。はい。なので、まあ僕が最推しでやってたこれもパルフェ&グラビアちょっと入ってこなかったのが残念なんですけど、まあこんな感じのランキングになりました。なのでまあ見てみて面白かったのが結構僕が考えてるランキング、まあ僕個人のランキングを言うんであれば1位パルフェ、2位ダライアスなんですよ今。なんですけど全然違う感じ、まあ3位マガツキかなとか思ってるんですけど、全然違う感じになってきたので、やっぱりちょっと見てて面白いなと。思いました。お供に関してもですね、ケチャワチャと、まあ、ブラキ、まあ、ここら辺は妥当かなと思うんですけど、僕の中では割とグラビオも最近推しなので、まあ、その辺が入ってこなかったのが、まあ、やっぱり、いろんな考え方があるんだなって思ったって感じですね。はい。皆さんが選んだキャラクターは今回ランクインしてたでしょうか？次回もまあやるかわかんないんですけど、また会った時は多分告知を僕からもさせていただくと思いますので、ぜひぜひ投票またお願いします。バイバイ。